同期は3球目投げました。きたいった、サヨナラアーチ、伸びた、伸びていった、入った、サヨナラホームラン、サヨナラツーラン。明治神宮野球場です。高校チーム対先攻チーム、日本シリーズ第4戦の模様をお送りいたします。高校チームの先発は右の大野、先攻チームの先発は左の向井、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の大野マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは秋葉。第9投げた、スライダー見送ってストライク。第2球投げた、空振り、タイミング合いません。第3球一つ外した、ボール。第4球を投げました、インコース高めいっぱい、見逃し三振。第9決まってストライク、まずは決めてきました。投球これから2球目、変化球ストライク、低め、これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール。次が4球目、投げました、危ない球。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、小湊ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。初球空振り。第2球投げました、打ちました、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。初球ストライクから、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった打球はサードフライ、取ってこれでスリーアウトチェンジ。一塁ランナー小湊残塁に終わりました。高校チーム立ち上がりを無得点に抑えています。左の向井マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターはカルロス、投げた、直球ストライク、インハイへ、まずは見送りました。第2球投げた、流し打ち、どうだ、ライトの右、ライト前ヒット、カルロス2塁も狙う、カルロスいいバッティングを見せました。高校チーム先制のチャンスを迎えます。第1球投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、スライダー、ボール。第4球は打った、センター前に出る、掴みました、ランナー2塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9初球から打ってった、これはセカンド正面、アウト。高校チームなおもチャンスが続いています。初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、スクリーン見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球は打ちました、取りました、これでスリーアウト。高校チーム3塁にランナーを置きましたが、先制点を挙げられませんでした。1回が終了しまして0対0です。2回の表、先攻チーム攻撃に入ります。投げました、インハイへ、変化球、ボール。さあ次の投球投げました、ストライク、タイミング合いません。投げました、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、
ボール。第5球投げました。追っつけて打つ。スタンドに入りました。ファール。第6球を投げた。インロー際どい球。ボール。投げた。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。バッターはうなる剛速球。古谷。投げた。決まってストライク。1球目ストライクから投げた。逆らわずに右へ。前園ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。第9投げた。打ちました。初球打ち取ってアウト。スリーアウトチェンジ。オール。3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは三幸。投げました。外角高め際どい球。ボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。外側決まってストライク。第4球を投げました。打ちました。左中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番奈良。第9ボール。第2球ストレートはボール。外角低め。第3球を投げました。3球目ストライク。さあ4球目打った。センター前進。落下点に入った。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは切り札前園。第9投げた。外れた。ボール。投げた。見送ってストライク。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。ファールチップ。かすっただけになりました。さあ投球は5球目投げた。打った。1・2塁間の打球破っていった。前園いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。初球ストライクから投げました。アウトローを見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。流し打ち。掴んでこれで3アウトになります。1塁ランナー前園残塁に終わりました。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、先行チーム攻撃に入ります。トップバッターは高津。投げました。ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。ボール。アウトローへ。第3球は打ちました。センター前に出る。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはピッチャー向井。第9投げました。アウトロー際どい球。ボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げた。スライダー。ボール。投球これから4球目打ちました。ファール。次は5球目投げた。ボール。次は6球目投げた。変化球外れてフォアボール。打順はトップに帰って秋葉。投げた。ボール。まずはインハイ。第2球投げた。打ちました。これは内野ゴロ。二塁へ送る。セカンドフォースアウト。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9投げました。決まった。ストライク。タイミング合いません。初球空振りからスライダー。ボール。第3球は3球目ストライク。
次は4球目、投げました。バッターの足元、一塁牽制球を送ります。タッチセーフ、ボール。次が6球目、一塁ランナー自動的にアウトコース取って、これで3アウト、チェンジ。先行チームファーストランナー残塁。3回の表が終わって0対0です。高校チームこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー大内、初球引っ張ったレフト前ヒット、クリーンヒットです。大野、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ボール。投げました。キャッチャーへのショーフライだ。ファールグラウンドで取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。1球目空振りから第2球、これもしかし空振り。第3球打った。第4球を投げました。打ちました。1、2塁間へ、富永ボールを取る。2塁フォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げました。初球空振り、少し迷ったか。初球空振りからランナー走った、ストライクになった。キャッチャー盗塁成功、ランナーが2塁に進んでいます。リプレイをご覧ください。追い込んでから投げた、見逃し三振。ここは3球で仕留められました。先ほどのプレーです。高校チーム2塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。序盤終了しまして0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは轟、第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、打ちました、これは内野へのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番三島、第1打席はサードフライに倒れています。第2球投げた、低め外角ストライク。第3球を投げた、外を際どいボール。第4球は追っつけた、打球はライト右へ、ライト前ヒット。三島、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。右のバッターボックスは5番、これが2度目のバッターボックス。危ない球。第2球投げました、高め見送ってストライク。第3球はシュートは空振り、タイミング合いません。第4球は打った、散らす余裕があります、取りました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、完全に外れた、ボール。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、これは引っ掛けた、当たり損ない。山岡掴んだ、サードから一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。一塁ランナー三島残塁に終わりました。4回の表が終わって0対0です。4回の裏高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは山岡、第1打席はファールフライに倒れています。投げました、これは上がりすぎたか、レフト前進、落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番三幸、第1打席はレフトフライに倒れています。ストレートはボール、まずアウトコース低め。第2球投げた、インコース高め空振り。投げた、危ない球。投球これから4球目、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンターへ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番奈良、第1打席はセンターフライに倒れています。
第9球投げた、ボール。第2球投げた、インコース高め、ストライク。少し迷ったか。投球はこれから3球目、外角低め、スクリュー外れてボール。投球これから4球目、打ちました、右中間へのフライですが抜いた。奈良、二塁を狙う。バッターランナー二塁でストップ。奈良ツーベース。これで2打数の1安打。さあリプレイです。先ほどヒットを放っている前園、第9球投げた、アウトロー、ボール。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。振り返って2塁牽制球、投げました、スクリュー決まってストライク。投球これから4球目、スクリューはボール。第5球投げました、打った、センターへ飛んだ、センター前ヒット。前園のナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、シラス第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げた、打った、いい当たりが取りました。これで3アウト。リプレイをご覧ください。高校チーム結局ランナー2人残塁。4回の裏が終わりまして0対0です。5回の表先攻チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは佐々木、最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。第2球危ない球、投球はこれから3球目、ストレート見送ってストライク。第4球を投げた、ボール。さあ投球は5球目、投げた、ここはフォアボールになります。いきなりフォアボールを与えてしまいました。左バッターボックスには高津、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げた、変化球ストライク、外角高め。投球は3球目、投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、伸びた、伸びてライトセンター見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターはピッチャー向井。第9球初球を打ちました、左中間のフライ、レフト前に掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って秋葉、今日は三振とサードゴロ。投げました、初球打ち流した、山岡ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは2番小湊。第9球投げました、インハイ外れてボール。第2球ボール。第3球まっすぐ空振り、タイミング合いません。さあ4球目スライダー空振り、次は5球目打った、痛烈な当たり、レフト前ヒット、クリーンヒットです。小湊、いいバッティングを見せました。バッターは3番轟、今日はファールフライとピッチャーフライ。第2球スライダー見送ってストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、
打ちました。ライトへのフライだ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって2対0、大野とうとう打たれてしまいました。高校チームこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー大野。第2球投げました。高め際どいボール。第3球を投げた。打った。セカンド左奥のフライになりました。小湊落下点に入った。二塁キャンパス手前取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰ってカルロス。投げた。初球打った。ライト前に出る。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番倉持。今日はセンターフライとセカンドゴロ。投げた。ストライク。まずは見送りました。第2球投げた。スライダーボール低め。第3球を投げた。ボール、アウトコース低め。次が4球目投げました。打った。三塁線鋭く切れていきました。ファールです。投げました。打ちました。一、二塁間への当たり。小湊ボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。高校チーム結局この回3人で攻撃が終わっています。5回までが終了しまして2対0です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは三島。投げました。初球スライダー空振り。少し迷ったか。第2球ボール。第3球を投げました。変化球ストライク高め。追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。第5球投げた。外れた。ボール。さあ6球目投げた。見送ってボール。投球これから7球目おつけて打った。ライトへの打球、ライト前のヒットになります。三島ナイスバッティングです。バッターは5番。今日は三振とライトフライ。危ない球。第2球投げた。打ちました。三遊間の当たり。倉持取った。ショートから一塁送球アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは6番古谷。今日はファーストライナーとサードゴロ。第2球投げた。見送ってストライク。第3球を投げた。外角見送ってストライク。第4球を投げました。アウトコース低め。スライダーは外れてボール。第5球投げました。打ちました。いい当たり。ショートライナー。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第9球投げました。見送ってストライク。第2球見送ってボール。第3球を投げました。アウトコース高め。直球は外れてボール。第4球を投げました。外角低めボール。さあ投球は5球目。外角球空振り。投げた。打ちました。センター前進。掴んでこれで3アウトになります。二塁ランナー三島残塁に終わりました。6回の表が終わって2対0です。高校チームこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番三馬。今日はセカンドゴロと三振。第2球危ない球。第3球は3球目ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目アウトローボール。投げた。スライダーボール。第6球は打った。いい当たりだ。センター前ヒット。クリーンヒットです。美馬いいバッティングを見せました。初安打。投げた。ボール。第2球
投げた、直球ストライク、インコースへ。一塁へ牽制球を送ります。第3球アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ4球目、高めボール球打った三島、余裕があります。ファウルグラウンド、キャッチしています。第1球外角高め、外れてボール。第2球三馬走った、これはストライク、ボールを2、これは楽々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。第3球を投げた、アウトコース低め、空振り。さあ4球目打った、バットが折れた、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあリプレイです。バッターは6番奈良、今日3打席目。第1球アウトコース高め、ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ストライク。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、外れた、ボール。次が4球目、投げました、外角低め、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。高校チーム、なかなかきっかけを作ることができません。中盤まで終了しまして2対0です。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは高津、投げました、見送ってボール。第2球ストライク。投げました、ストレートはボール。投げました、ストレートはボール、外角高め。第5球投げた、引っ張った、ライトへ行った、ヒット、ライト前ヒットになった。高津ナイスバッティングです。バッターはピッチャー向井、投げた、膝元、外れてボール。第2球投げた、あーっとショーフライになった、ファールボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球はあーっとショーフライになった、ファール。次は5球目、投げた、あーっとショーフライになった、ファールグラウンド、ボールをつかみました。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。一塁牽制、一塁タッチセーフ。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、ボール。投げました、打った、ファールボール。一塁へ1つ牽制球を送りました。追い込んで投げました、ストレート、空振り三振。王降板。マウンド上ピッチャーは切れ味抜群の変化球投手真田、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。1球目ストライクから、第2球変化球はアウトローへ、ボール。第3球をランナースタート、打ちました、切れていきます、ファール。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ、ストレートはボール。次は5球目、投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、カットボールはボール。第7球をランナースタート、打った、痛烈な当たり、取って、これで3アウト、チェンジ。満員の神宮球場、さあ夜空高く花火が打ち上げられました。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃、バッター切り札前園、投げました、ボール。第2球スクリューに送ってストライク。投球は3球目、投げた、空振り。第4球は外のボール球打った、向井、ボールを取る、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスはシラス、今日はファールフライとショートライナー。
初球から打ってった、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー真田。第1球投げた、打った、ファールボール。第2球投げた、打った、引っ張った、打球はレフトへ、クリーンヒット。真田いいバッティングを見せました。打順はトップに帰ってカルロス、今日はここまで3打数1安打。初球外れても、第2球投げた、インコース低め空振り。第3球引っ張った、レフトの左フェンス直撃。真田2塁回って3塁へ、カルロスツーベースヒット。これで今日は4打数の2安打。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。第1球変化球ストライク、アウトローへ、まずは見送りました。さあ次の投球ボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げました、打ちました、サード強襲、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。向井やりました。先行チーム、このまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。先行チーム、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは轟、シュート見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、ファール。追い込んでから投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ライト方向へ持ってきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには三島、今日はここまで3打数2安打。投げました、ストライク、タイミング合いません。1球目空振りから、第2球投げた、見送ってボール。第3球は危ない球。第4球を投げた、あっと引っ掛けた、キャッチャーの頭上掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番、これが4度目のバッターボックス。初球空振り、タイミング合いません。第2球ボール。第3球はインコース引っ張った、レフト前ヒット、クリーンヒットです。ナイスバッティングです。バッターは6番古谷、今日はここまで3打数ノーヒット。さあ次の投球ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、投げた、1つ外してボール。第4球を投げた、アウトコース低め、ストレートは外れてボール。第5球投げた、打った、レフト前進ヒット、ボールは中継、古谷いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球ストライク、変化球にキレがあります。第3球は打ちました、ショート左横のフライになりました、取りました。これで3アウト、2者残塁。8回の表が終わって2対0です。向井降板、マウンド上ピッチャーは東條、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球スライダーはストライク、思い切って振っていきました。初球空振りから、第2球投げました、打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番山岡、今日4度目のバッターボックス。投げました、外れた、ゴール。第2球あっと引っ掛けた、高津掴んだ、一塁送球アウト。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番三幸、これが4度目のバッターボックス。投げました、初球打ち引っ張った。第2球投げました、打ちました。高津ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。スリーアウトチェンジ。高校チームクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。8回までが終了しまして2対0です。真田降板、右の牧、最終回2点差でマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは高津、今日はツーランホームランを打っています。第2球投げました、インコース高め、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った、引っ張った、ファール。さあ投球は5球目、投げた、インロー、外れてボール。第6球は直球、外れた、フォアボール。いきなり歩かせてしまいました、見送ってボール。第2球投げた、バントしました、ピッチャーの右へ転がした、ピッチャーから一塁送球、なら取ってアウト。ランナー一人を置いて迎えるバッターは秋葉、投げた、まっすぐ見送ってストライク。第2球投げました、2球目ストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、ボール。投げました、打ったいい当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、ボールが点々と転がっている、ボールは中継、先攻チーム1点入りました、3対0。先ほどのプレーです。ここまで2安打の小湊、第1球投げました、アウトコース、カーバー外れてボール。第2球投げました、インハイギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。投球これから4球目、危ない球、投げた、カップの前通過。第6球を投げた、低め外れてフォアボール、この回2人目のフォアボールです。投げた、初球見送ってストライク、まずは決めてきました、セカンド牽制球です、2塁タッチはセーフ、空振り。投球はこれから3球目、打った、強い当たり、さらに伸びていく、ライト見送った、ホームラン、スリーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。さあチームメイトからの祝福を受けます。さあリプレイです。右バッターボックスは三島、第1球打った、ファールボール。第2球投げた、ストレート決まってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、追い込んで第3球を投げました、ボール。さあ4球目、追っつけて打つ、前園ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。バッターは5番、これが5度目のバッターボックス、カーバーストライク、カーブに全くタイミング合いません。1球目空振りから投げました、打ちました、倉持取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって6対0、高校チーム4点を奪われています。9回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは奈良、今日はここまで3打数1安打1三振、投げました、スライダー決まってストライク。さあ次の投球投げました、ボール。
第3球を投げました。チェンジアップはボール。次が4球目。投げた。変化球、アウトコースへ外れてボール。さあ投球は5球目。投げた。チェンジアップ見送ってストライク。第6球を投げた。選んでフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。バッターは7番前園。投げた。決まった。ストライク。第2球投げた。外角低め、ボール。一塁へ牽制球を送ります。第3球を投げました。打った。これは強烈。打球はそのまま伸びていく。レフト見送った。ホームラン。ツーランホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。カーブを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番シラス。第1球投げました。ストライク。少し迷ったか。第2球投げました。ストレートはボール。第3球は打った。流し打ち。ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは代打乾。第1球投げました。初球空振り。第2球投げました。あっとバットの先だ。落下点に入った。ファウルグラウンド。キャッチしています。バッターはトップに帰ってカルロス。高校チーム最後のバッターになるのか。投げた。見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げた。外側決まってストライク。なんとか意地を見せてほしいところです。第3球を投げた。打ちました。富永ボールを取る。一塁へ送る。アウト。ゲームセット。高校チーム日本シリーズ第4戦を落としてしまいました。さて本日のヒーローは高津。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対2高校チーム敗れました。高校チーム今日のゲームは残念な結果となりました。次のゲームでの巻き返しに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で明治神宮野球場からお伝えいたしました。投げた。見逃しの三振。